はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。 D のんちザ・ワイズです。はい、今回はランマンの第72話について話していきたいなと思います。はい、72話なんですけれどもね、聖子が、石版印刷機を買わしてくださいというね、話をするという回でした。まあね、この万太郎はね、多分その印刷所のね、夜を借りてやろうと思ったみたいなんですが、なんかその印刷というか広告ね、っていうか、それが流行りに流行って、もう夜もやらなくちゃいけないんだよっていうね、こう嬉しい悲鳴を上げているところだったんで、これは困ったなという感じだったところに、こう聖子の突拍子もない考えがね、浮かんだと。そして聖子はそれを実行したみたいなね、これはもう明日が楽しみの内容ですね。今回はね、その印刷所の面々がね、まだ全員出てね、よかったですね。娘役の子がこうどんどん良くなっていきますね。あの子が出るとちょっと画面が明るくなるというかね、あの子はまた使われるんじゃなかろうかと、そういう面ででも見ちゃいますね。もう朝ドラとかはね、この子は今後どうなるんだみたいなね、そういうふうに見ちゃいますね。はい、そんな感じで今回は内容はもう石版印刷機を買う、この一点でしたね。はい、そんな感じで明日どうなるのか、足りるのか、お金をね、楽しみにしたいなと思います。はい、私 D のんちザ・ワイズは今週の、金曜日に我々のバンドキャプテンカーのライブが東京吉祥寺シルバーエルバンドでありますので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。今回は2部構成でね、やりたいと思います。はい、アミトモエさん出て、キャプテンカウが出て、そしてサトティンさんが出て、そして私たちキャプテンカウがやるみたいな2部構成になっております。最近我々の中の流行りの2部構成となってますんで、はい、ね、2部にはね、こういろんな助っ人なり、何なりゲストなり、何なりがこうちょっと入ってきたらいいなと思っております。はい、そんな感じで金曜日ぜひ東京吉祥寺シルバーエレファントに遊びに来てくださいね。まあね、昨日も暑かったですが、今日もなかなか暑いんじゃないですかね。我々はこの暑い中ね、リハーサルでこう汗を流すっていう感じですが、まあリハーサルの場所はね、涼しいんでね、その間が暑いなっていうだけなんですけどね、でもね、ギター演奏するともう体がねめちゃくちゃ熱くなるんでね、大変だなと、一日何回着替えるんだっていうこの毎日ですね。サラリーマンの人たちっていうのはあれどうしてんですかね。たくさん着替え持ってんですかね。ね、結構気になるなと毎年思っておりますがね、私はもう平均5回ぐらい着替えてる気がしますね、最近は。はい、皆さんもね、気持ち悪いじゃないですか、ね、汗かくと、その汗かくとというか汗かいたのを着てるとね、何回着替えてますか。ね、はい、
まあそんな感じでこれからリハーサルしていきますが、金曜日ね、うん、いいライブになると思いますので、ぜひ足を運んでください。はい、それではまた。バイ。